死脳禁門。死脳禁門は、近界に属する分類群の一つであり、単子禁門と並ぶ、高等禁類である。減数分裂によって生じる胞子を、袋、死脳の中に作るのを特徴とする。死脳禁門は、近界の中の分類群で、微小な死脳を形成し、その中に、減数分裂によって、胞子を作るのを特徴とする。単子禁門と共に、 新菌類中の大きな部分、70%程度を占める。例として、酵母、出芽酵母、分裂酵母、カビ、青カビ、麹カビ、赤パンカビや一部のキノコ、アミガサタケ、トリュフがある。構造の単純なものは、酵母のような単細胞生物から、市場菌まで、個実体を全く形成しないものから、複雑な構造の個実体を作るものまで、 その形態は多種多様である。小実体としてはかなり大柄なキノコを作る例もあるが、大部分のものはごく小型の小実体を形成する、目立たないものである。それらは往々に微小菌類と言われる。藻類との共生体を形成して、地類となる菌類も大部分がここに含まれる。多くのものでアナモルフが発達し、無症方子として分生子形成を行う。 無性生殖だけで繁殖する、いわゆるアナモルフ菌、不完全菌類も大部分がここに含まれると考えられる。青カビや麹カビなど、むしろ不完全菌の姿の方が馴染みのあるメンバーも多い。出が酵母や麹カビなどは発酵関係で多くの利用がある。またうどんこ病菌やタフリな天狗草病菌をはじめた数の植物病原菌を含む。 人の病気の原因になるものとして、白線菌、水虫、膣炎や皮膚炎の原因となる感じがアスペルギルス症を起こす、陶児カビ属菌などがある。仮に肺炎の病原体ニューモシスチスケリーニーは従来仮に原虫と呼ばれてきたが、現在では首脳菌に近いことが明らかになっている。分子時計によると、 死キ菌は先カンブリア時代の5億年前から6億年前に生まれた。死脳菌類の栄養体は多くのものがよく発達した菌死体を形成する。菌死体を構成する菌糸には規則的に核壁があり多細胞体となっている。しかし、核壁の中央には核壁口という穴が開いており、これを通じて細胞室や細胞器官が移動することができ。 また核もこれを通過して移動することがある。従って、その菌主体は実質的には多核体である。なお、端子菌に見られるような核壁光の周囲の構造は、この類にはない。一部のものは単細胞状態で増殖し、酵母の形をとる。その場合の増殖は分裂や出荷による。またラブールベニアるいは菌子を発達させず。 宿主である昆虫の体表面に立ち上がる、個別の菌体だけからな。死の菌は、無性世代、不完全世代イコールアナモルフと、優性世代、完全世代イコールテレオモルフを持つものが多い。不完全世代は、半数体で、これが栄養体に当たる。菌子を形成するものではこの状態で菌子体を発達させ、酵母状のものではこの状態で増殖する。 自に核に突然変異を生じたり他の核と融合することで同一菌体内に遺伝的に異なる核が存在することがあり、これを異核共存体という。なお、このようなものでは、禁止体の内部で原数分裂や核の融合が行われ、見かけ上では有性生殖の形を取らないままに実質的に優勢生殖と同等の現象を起こす例が知られ、これを疑似優勢生殖という。 不完全世代はまた無性候子、分生子を作って繁殖するものが多く、特に不完全菌類はこれだけで繁殖する。また、植物病原菌などで多種類の無性候子を作って、複雑な生活感を営むものもある。有性生殖は、酵母では、細胞の接合によって行われる。菌死体を発達させるものでも、菌死の接合を行うものもあるが、 生殖器官を形成するものもある。姿勢生,生殖器として臓濃器を形成するものもある。これは多角の細胞がコイル状に巻いたもので、先端には糸状の受精毛を持つ場合もある。有性生殖器としては細長い糸状の増生器を形成するもの、発芽力がない小型の胞子といった姿の不動性子を作るもの、あるいは分生子としての機能も有する小分生子を 作るものなどがある。これらが接合して、完全世代となり、子実体や死亡を作る。後輩の様式としては、同一株では接合できない、自家不和合性のものと、自家部内で接合が可能な自家和合性のものがある。前者では単一の死亡胞子から発芽した、禁止同士では接合は行わないのが当然出るが、例外がある。口述のように、死亡胞子は、 原水分裂によって作られ、その後に体細胞分裂を一回して八個の胞子が形成される。ところが、ウンドスパーアテトラスパーマやパダスプランゼリーナなどでは、胞子は四個しか形成されず、個々の胞子には二個の核が含まれる。そのためこれらの種では単独で粘性があり、一見では自家和合成に見える。これを二次的自家和合成と言い、このような菌止体も異核共存体である。 遺伝学の研究には、完全、優勢世代が必要である。古くから遺伝学に用いられてきたアガパンカビ、ロスパークラッサは、最初から完全世代が知られている。コジカビ属アスペルギルスは、不完全菌類であるが、完全世代の知られる、イメギチェラ二度ヤランズ、イコールアスペルギルス二度ヤランズが、遺伝学の研究に用いられる。なお、 単子菌では接合後に菌子が発達して菌子体を新たに形成し、これを二次菌子というが、死の菌類ではタフリナ類などを除いては二次菌子は、個実体にのみ見られる。分生子形成などの無症生殖でのみ繁殖する菌を不完全菌という。それらは、実際には、有性生殖を模有しており、その形質によって正しい分類値を持つと考えられるが、 その多くが死脳菌類に属すると考えられている。ただし死脳菌類にも不完全世代アナモルフを発達させない例もあるし、単子菌系の不完全菌も知られている。死脳菌は有性生殖器官として死脳を作る。死脳は細胞や菌糸の接合によって生じた服装の細胞に始まり、その内部で 原数分裂が行われることで単層の核を生じ、これが胞子となるものである。従って、まず4個の細胞が作られるが、典型的なものではさらにもう一度の体細胞分裂が起こって胞子は8個形成される。なおこのため、8細胞を1列に配置する種では、隣接する2個の胞子が遺伝的に同じとなる。こうしてできる半数体の核は、膜、 新生死脳筋ユアスカマイシッツでは、細胞膜に、半死脳筋ヘミアスコミシッツでは角膜に由来するに、包まれて、胞子となる。胞子はさらに分裂して、複数細胞になる場合もあり、また、死脳内部で数を増やす例も知られる。それが集まって、死脳科と呼ばれる構造を形成することもある。大きいものはいわゆるキノコとなる。死脳科の形態は、 分類基準として重要とされてきた。死脳菌類の個実体は、その形態によって大きく四つに分けられる。上記の説明は典型的なものに関するものであり、実際には中間的なもの、判別の難しいものもある。例えば毛玉カビの個実体は球形に近くて先端に、口があり、死脳う角に見えるが、内部では、手術層が明確でなく、死脳は細長くない。 ダブールベニアルイでは微小な菌体表面に直接に死脳をつけるが、これは死脳核とみなされている。それ以外に以下のようなものもある。多くの死脳菌は森林土壌や落葉、倒木などに出現する。それらの小実体は野外で観察することもできるが、小さいものが多く目につきにくい。また不完全菌の姿のカビとして生活している場合も多い。 その生活、栄養源は多様である。植物病原菌としては、端子菌類のサビ菌類、クロボ菌類がよく知られるが、これに含まれない、植物病原菌の大部分は、死脳菌系のアナモルフである。菌根形成菌は茶碗竹目に多く知られる。水性不完全菌も多くが、死脳菌系で、そのテレオモルフは、水辺や水中で形成されるものが多い。 動物に関わるものとしては、ラブールベニアるいは昆虫などの絶対的寄生菌で、非常に特殊化した群である。また、刀中ナツクサも、シノウ菌である。地ー類は、菌類と藻類の共生体として知られ、古くは、植物の一つの分類群として扱われたこともある。だが、現在ではむしろ、菌類のあり方の一つとみなされ、菌類として分類されている。菌類としては、 短子菌や不完全菌の例もあるが、その大部分は死亡菌であり、地位類全体の中で死亡菌が占める率は99%にもなる。また、死脳菌の中で追加しているものの割合は46%に達し、死脳菌のあり方としても追加は重要な位置を占める。死脳菌に含まれる37目のうちで追加した死を要するのは16目あり、 そのうち六目では知られている種のすべてが地位、七目では大部分が地位である。学名については、元来死の菌類と不完全菌類を別の基準に、従い別群として分類したため、完全世代と不完全世代を別個に命名する規定があり、後から同種と分かったため一つの種に二つの学名がある例も多い。例えば、稲葉かな病菌には、ジベレラフジクロイ。 後輩群 C、完全世代、フーゼリアムフジクロイ、不完全世代の二つの名がある、同じ完全世代名のジベレラフジクロイでも A、H の他の異なった、後輩群では別の不完全世代名が付けられている。青ビ属、不完全菌類としての学名は、ペナシリアムは、死の菌類のタラアミセスなど、複数の属に相当する。また地位類の学名はそれを構成する。 死亡菌の学名としても用いる。死亡菌類の分類は古くから混乱が多かった。古典的な分類では、古実体の形質が重視され、古実体の形態によって大きく4つに分けた。さらに古実体を形成しない、半死亡菌類と特殊な形態のラブールベニア類を独立させる。しかし、古実体の形態には中間的なもの、 特殊なものが多々あり、それらの貴族について小説があるので、どの金がどの綱に含まれるか、あるいは綱へかの目の扱いなどが定まらなかった。以下に、ごく古典的な体系の例を示す。死の金門の仕込み方。しかし、分子系統によって、類縁関係を判定するようになり、このような体系は大きな改変を迫られた。以下に示すのは、 キバートエアルによるものである。ホゾヤはこの体系について以下のような点を挙げている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。